どうも、達也です。さてね、最近山の上の動画が多かったと思います。山の上の動画というよりは、まあ自然の動画だったりだとか、ね、お祭りの動画だったりだとか、いろんなものをこう、共有しましたけれども、僕が伝えたいことっていうのは、環境を変えることで目に入ってくる情報とか、いろんなね、ことが変わるよ。そうしたら、そんな情報が変わった中で自分の出てくる感情とか考え方みたいなものも変わるので、もしね、可能であれば状況というかその場所を変えてみるっていうことをね、やってみてほしいなと、こう最近よくよく思うんですよね。よく何でしょう、自分を変えるにはっていう話がこうよくよく登場するんですけども、今のこの世の中ね、自分を変えるにはっていうのがね、でも一番早いのは多分環境を変えてしまうということです。で、そうするとさっき話したように、目で見る情報が変わりますね。耳から入ってくる音も変わりますね。匂いも変わります。食べるものも変わります。ということは入ってくるものが全部変わります。はい。で、僕たちっていうのは入ってくるもので構成されているので、ある意味自分も変わっていくといいことになりますよね。で、こういうふうにこうどうしようもなくなっちゃったりとか、こう気分をガッと変えたいなと思ったら、もう場所をガラッと変えてみるっていうのが結構おすすめの方法ではあったりします。問題解決をしようと思った時に、いつも同じような場所で同じような、状況でこう物事と取り組んでしまうと、同じような脳の回路を使うと思います。ね、同じような回路を使っちゃうと思います。けど大自然の中に飛び込んだ、そうすると大自然の中にあるような情報を汲み取るような脳の領域っていうのが活性化するっていうことも考えられたりしますので、一度ね、そういったものに、そういった場所に飛び込んでみるっていうのをね、結構強くお勧めしています。で、またね、登山の話に戻るんですけども、どうでしたか？実際、星空がちょっと撮れたりだとか、自然の中の映像がこう、目に見えたりとか、音もちょっとね、頑張って撮ろうとしてみたんで、そこそこいい音が撮れたりだとか、していたんじゃないかなと思うんですけども、その映像を見たときに、なんかちょっといいなって思ったのであれば、きっとその中に自分にとってなんかいいな、と思えるようなものが詰まってるんだと思います。ね、今の自分、皆さんの状態っていうのは僕の目になかなか届くものではないんですけども、そんな中の自分が欲しているものっていうのが、そういった映像やそういうコンテンツの中にあるっていうことが考えられるんですよね。なので、ぜひ、行けるのであれば、自然の中に飛び込んでみるっていうことをやってみてほしいと思います。でね、今回の話で言うと、長野県の、上高地というところをからスタートして、唐沢カールというところまで歩いていったわけですけども、やはり僕の住んでいる家の近くの自然環境とはね、全然違いましたね。本当に、全然別格でした。ね、夜行バスに乗って行ったんですけども、もう着いた時に、匂いも違う。なんか違うって、語源化しづらいんですけどもね。体が感じ取るというか、そうするともうその時点でちょっとリラックスできるというか、そういう感覚になりました。ね、やはり山もそうですけども、そこに行くとちょっと湿度が変化したり、ちょっとひんやりしてたり、ちょっと匂いが違ったりね、音も違いますね。鳥のさえずりとか、川のせせらぎの音だとか、風によってこう葉が揺れてる音だとか、お猿さんの声とかね、まあ、いろんなものが入ってくるわけですけども、やっぱ違うわけですよ。で、そうやってこうその中にいるだけでこう頭の中がすごくすっきりしたりだとかしますし、で歩いていけばどんどんこう景色が変わってきて、より川に近づいたら川の透明度に驚いたりだとか、
その中で魚にびっくりしたりだとかしました。本当に川は限りなく透明に近く、そしてなんでしょうね、日の当たり方によって少しこうエメラルドブルーというかすごく綺麗な色になっていたりして、でその中で泳ぐ魚っていうのもただ魚は泳いでいるだけなんですけども神々しく見えたりだとか、いいなと思いながらこう山を登っていきました。どんどんね、でどん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 登っていくと気温が下がったりします。ね、山の上ってちょっと100メーターぐらい上がると 0.5 度から6度ぐらい変わるのかな、下がっちゃうんですよね。ひんやりしていく、でひんやりしていく中で、あ、そのひんやりしていく感覚っていうのも心地よかったりして、どん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 登っていくと、でその途中で、喉が渇いたらの水を飲む、でお腹が減ったらちょっとこうつまんで行動食を食べる、で休憩する、でまた動き始めるっていうことをこう繰り返していくんですけども、そうやっていると普段と全然違うような考え方が浮かんできたりだとか、目で見る景色も違いますね。あの時期は今回はあの紅葉の時期だったのですごく綺麗な、赤色、あのオレンジ色のようなもの、そして、緑色、いろんなものがこう黄色もそうですね、いろんなものが混ざって、自分が思っているような紅葉とは全然違う感じでした。本当にカラフルでした。そういったものを見てあの感動したりだとか、で山の上に行けば行くほど、まあ、緑自体はちょっと減っちゃうんですけども、岩肌ですよね、山の岩肌を見ることで、おお、なんかすごい、なんか強そうって思ったり、なんかかっこいいって思ったりしながら、ね、どん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 登っていって、登っていけば足元は岩になってきたりして、なかなかこう登るのが難しいと、で登るのが難しいんだけども、それをこうバランスを取りながら登っていく、その時にすごく集中する、普段と違うあの脳の回路を使ったり体の動かし方を使ったりしていきます、ね、で頂上までは行ってないんですけども、ね、このまま、唐沢カールというところについて驚いたのはね、たくさんの人がいました。うん、すごいたくさんいました。で、テントがね1000個ぐらい立ったのかな、まあ、1個2個って数えるのかどうかはあれなんですけども、1000個ぐらいあったと。でそうこうしている間にですね、氷が降ってきまして、ああこれ雨が降ってきたなと思ったのね。もうそれまでずっと晴れていたんですけども、急にこうバッと降ってきて、でテントの中に潜り込んで危なかったと。でそしたらそうこうしているうちにね、こう雨になって、でそれがずっと続いて、ああ今回は星空は見えないのかなって思っていたら、あの見事にあの雲もなくなって満天の星空を見ることができました、ね、で星空を見て驚いたのは、こんなに星ってあるんだなっていうことです。こんなに星ってあるんだなっていうこと、そうですね、星って点点点点点ってあると思ってたんですけども、もうそんな次元じゃなくてもう全部星みたいなねどこ見ても星があって、どこ見てもこう綺麗だなって思ってて、でそれを見上げていれば流れ星がシュンシュンとこう思っているよりも流れ星も多く、見ることができて、ね、本当に数年に1回流れるのかなっていう勝手な思い込みだったんですけども、そんなことなくて本当に定期的に流れ星がすごいたくさんありましたっていう風に、夜を過ごして、その後に朝になって、日の出はね、見えないんですけども、その代わり日の出が上がることによって照らされる、山が照らされるっていう状態っていうのを唐沢カールでは見ることができるんですけども、それも見ることができましたね。で徐々にこう山がそういう日差しによって照らされて、少し赤いような日差しによって照らされるんですけども、それもすごく感動的で、ただただこうぼーっと本当にぼーっと見てましたで、今回ねこう映像に収めるのはちょっとはできたんですけども、全然納得できなくて、ああこうやったらよかったな、こういうものを持っていけばよかったなって思って、ちょっと悔しいなと思ったんですけども、それもちょっとずつね、工夫して今後改善していけば、皆さんにもうちょっとね、面白いものが届けられるかなと思います。でお猿さんもいました。お猿さんなんか一頭だけこうはぐれてたのかわからないんですけども、一頭だけいました。
で、それを見て、もうお猿さんもなんか思ってたり大きかったです。ああ、これは戦ったら負けるのかなって思いながらね、本当に大きく、大きいお猿さんがいました。で、こうやって、こう、下山して帰ろうと思った時に、下山するとき、朝早かったんですけど、岩が凍ってました。なので、ものすごく滑りました。で、普通に転倒しました。なので、油断しちゃいけないなって思いながら、まあ、下ったんですけども。やっぱりこう、自分が思っていることと違うこと、想定外のことが自然の中では当たり前のように起きてしまう。で、自分たちにできることっていうのは、その時の対処する。その時その時に、こうやったら大丈夫かなっていうふうに、後から対処することぐらいだったんですよね。うん、いくら考えていっても、想定できることではなかったりだとか、ね、天候もそうですけども、イレギュラーなことが起きてしまう、想定外のことが起きてしまうんですね。で、そういうことからも、いろんなことが頭の中で切り替わったりしていきました。で、そうこう言ってる間に、下山して、下の方でピザ食べて、で、美味しかったなって言って、こう、バスに乗り込んで帰ってきたわけですけども、まあ、その後にものすごく長い渋滞にあって、もう帰ってきたのは日が回った、ね、日が回った後に帰ってきたっていう感じになっちゃったんですけども、その、今回の登山で気づいたことっていうのは本当にたくさんあって、先ほど話したような、環境を変えることっていうのが自分にとってとてつもなく大きなことであるっていうこともそうですし、大自然の中に飛び込むと、体がものすごく落ち着いた、リラックスした、リセットされたっていうのもそうですけども、ね、自然にいいも悪いもなく、ただただあそこにあるもの、そしてそれを人間がどうこうできるものというものでもないんだなっていうこともそうですね。で、一番驚いたのは、普段自分たちが思っていること、不安に思っていること、こう問題だと思っていることっていうのがものすごく小さく感じ取れるようになりました。ものすごく小さく、ちっぽけに思いました。で、何なんでしょうね。すごく面白いことで、その大自然の中、すごい高い山を見たり、すごく大きな木を見たり、大きな空を見たり、星を見たりしているうちに、自分が悩んでいたことがどうでもよくなったりだとか、する感じっていうのがありました。で、そうやって見ていくと、自分たちっていうのはやっぱりこう問題を大きく見てしまう。より重大だというふうに見てしまう傾向にあるんだなっていうことにもね、客観的に気づけて、なるほどなと、思いました。で、悩めば悩むほど解決するかといえば、そういうことでもなかったりするので、意図的に考えるのをストップして、場所を変えることで、普段と違う思考っていうのが生まれて、脳の領域っていうのが活性化されたりして、新しい思考が生まれたりして、新しい問題解決っていうのがこう出てくるなっていうのにも気づけました。ね、こう、いろいろこう話してきましたけども、何かこう悩んだり、うまく物事がいかないなって思ったら、一度そこからこう離れてみるっていうのはね、結構有効なんじゃないかなと、ね、今回改めて、ね、いろんな文献とかでは読んできたんですけども、ちゃんと自分がそういうふうに大きく場所を変えることで得られたものでしたね。ね、なので皆さんにもどうぞ登山へ行ってくださいというわけではないんですけども、というわけではないんですけども、でもね、一度は行ってみてほしいなと思います。もちろんその、登山っていうふうにこう山をたくさん登りましょうってわけじゃないんですけども、ロープウェイガーッとね、こう自動でこうゴンドラの中に乗ってガーッと上がるのでもいいんですけども、高い山っていうのを一度経験してみてもらえたらいいなと思います。そしてそこから、下を見下ろしたり、星空を眺めてみたり、そこで感じ取れるものっていうのにこう触れてみることで、普段と違う考え方だったりっていうのが出てきたりだとか、ストレスそのものっていうのが軽減されたり、不安そのものっていうのが軽減されたり、すると思います。で、他にも大きかったのはですね、スマートフォンがつながりませんでした。スマートフォンがつながらなかった。で、スマートフォンがつながらないことがなぜいいのかっていうと、ネットにつながらないので、情報がこういった普段見ているものから入ってこなくなると。
そしたら、ね、あの1日の時間っていうのが長くなりました。ものすごく贅沢な、時間でした。ネットにつながらない、電話もかけられない、SNS も見ることができない。そうすると時間の流れがものすごくゆっくりになって、ものすごく贅沢な時間の使い方で、ものすごくいろんなものを見ることができて感じることができました。ね、ネットがないということはテレビも見ることができない、そこから入ってくる情報もない、コマーシャルも入ってこない、もちろんこういった知識も入ってこない、ショート動画のようなすごい高速でいろんなものに触れることもない、ね、目がチカチカすることもない、恐怖を煽るような情報も入ってこない、嘘のような情報も入ってこない、ね、そういったことをところに見置くことで普段と違うリラックスができましたし、何もないことの贅沢っていうのもあるなということに気づきました、ね、今回の話っていうのはあくまで自分の感覚的なものです。なのでそれが皆さん全員に当てはまることはないとは思うんですけども、でも皆さんもたまには場所を変えてみるっていうことをやってみてください。ちょっと変えるだけでもいいんですけども、できれば2000メーターぐらいの山へロープウェイでもいいです、1000メーターでもいいです、ちょっと上に登ってみる。どうしたらもう場所が違うので見る景色が違いますから、それだけでもちょっと違う考え方になると思います。うん。ね。他にそうですね、あるとしたら、普段自分がどれぐらい安全なところにいるのかもそうですけども、あるものないものですね。うん、例えば、山の上にないもの、トイレがないとかね、当たり前ですけどもトイレがない。そうすると普段トイレがあるということがどれだけ幸せなことなのかということに気づくことができます。で、雨風をしのぐところがないとなると、雨風がしのげるところがあるだけでどれぐらい幸せなことなのかっていうのも分かることができますよね。食べ物がない、飲み水がないっていうのもそうです。で、逆に何でしょう、こっちですね、この都会の中であるもの、ないものっていうのも見えてきますよね。それは自然が少ない、空気が汚いとか、周りがうるさいとかね人がたくさんいるとか、情報が過多であるとかね、いろいろあるんですけども、そういうこともいろいろ気づくことができて、それを自分の部屋に取り込んでいけたり、今後作るコンテンツに生かしていけたらいいかなと思いました。はい。ね、とても取り留めもなく脈絡もなく、ね、ただただ自分が山行ってきたよ、環境を変えるとなんかいいことあるかもねとかっていう話だったんですけども、僕はこういうの結構大事にしていきたいなと思います、で、今後いろんなとこ行っていろんなところで深呼吸、ね、この前は星空の下で深呼吸なんてやりましたけども、ああいうこともやっていきたいですし、実践動画もね、ここで運動しましょうもそうです、一緒に歩きましょうもそうです、一緒に書き出しましょうもそうです、一緒に何かやろうっていうのをどん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 出していきたいと思います。で、今回のような作品もどんどん作っていきたいと思います。っていうふうに、こうあるべきであるとか、こうしなければならないとかっていうのじゃなくて、人間もっとこう柔軟に生きていくことができる生き物だと思いますので、もうちょっとね、違う視点から、皆さんとは違う視点から僕も皆さんを支援できたりサポートできたらなと思って、ちょっと活動する何でしょうね、考え方がガラッと変わった、本当にそんな数日間でした、それぐらい何でしょうね、インパクトがあるものでした、皆さんもね、大丈夫です、今調子が悪い人、将来に絶望を抱いている人、悲しい人、怒ってる人、大丈夫ですと、ちょっとずつちょっとずつやり方はあるということです。そして環境を変えることでそれだけで解決する問題もあったりもします。ね、焦らず、ちょっとずつ自分ができることをできるなりにコツコツやってみる。そしてたまには場所をガラッと変えてみる。ね、食べるものを変えてみるとかね、聞く音を変えてみるとか、ちょこちょこやってみてください。で、そのサポートをね、ちょっとずつやっていきますんで、焦らずに、将来の絶望だけを見るようにするのではなく、こっちだけ見てるなと思ったらこっちも見てあげてほしいし、上も見てあげてほしいですし、でたまには下も見てもいいかもしれません。なので自分にとって恐怖を感じるところだけを見ていたら恐怖しか見えてこない、ね、そういった
ところじゃなくて、自分にとって楽しいこと、興味のあること、関心のあること、いろんな方向にね、自分にとって有益なものがあるかもしれません。自分にとってワクワクがあるかもしれません。自分にとって元気になる要素が含まれているかもしれません。なので、いろんな視点を持って、生活してもらえたらいいかなと思います。はい、さてね、今回もお別れする前に、今回は、3回だけ深呼吸してお別れしようと思います。やり方はとても簡単で、まず口から息を吐いて、脱力して、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。これを繰り返します。では一緒にやってみましょう。まず口から息を吐いて、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。繰り返します。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。もう一度鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。最後にもう一度鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。おまけにもう一度鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。はい、お疲れ様でした。では、長々と、話してきましたけども、今後は結構好き勝手に動画を出していくかもしれませんね。でそれがいいなと思える人はついてきてもらえたらいいかと思います、うん、もうちょっとねゆるゆるふわふわ、しなやかに、生きていくということをね僕もやりますし、皆さんもねこうならなければならないってカチッとしてしまうより少し体を脱力して、生活してもらえればちょっとずつね、調子が良くなるかなと思いました。ではまた、この場所でお会いしましょう。またね、ちょっとずつ、大丈夫です。ではでは、焦らずに。